第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦いレンネル島沖海戦、レンネル島沖海戦は太平洋戦争のガダルカナル島攻防戦の終盤にガダルカナル島撤収作戦の発動に伴って1943年1月29日から30日にかけてソロモン諸島、レンネル島沖において発生した海空戦。ガダルカナル島に接近中のアメリカ海軍。 巡洋艦部隊に日本海軍のラバウル航空隊が陸上攻撃機で空襲を観光する。1月29日の夜間空襲と1月30日の昼間強襲により重巡洋艦シカゴを撃沈し駆逐艦ラバレットを撃破した。この海戦でアメリカ軍は近接進艦を使用したがシカゴの喪失を防げなかった。レンネル島沖海戦は 太平洋戦争中盤のガダルカナル島攻防戦で1943年1月29日から30日にかけてソロモン諸島レンネル島沖で正規した航空船。水雷戦隊によるガダルカナル島からの撤退を機として化合作戦を発動した日本軍は駆逐艦をショートランド諸島に集結させた。日本海軍の行動や艦艇の集結を ガダルカナル島への増援作戦と判断したアメリカ軍はガ島に向かう連合軍輸送船団の護衛を兼ねてロバート C ・ギフフェン少将が率いる第18任務部隊を北上させたまた艦隊決戦に備えてハルゼー提督機下の正規空母2隻や新鋭戦艦3隻を機関とする任務部隊も出動した1月29日日本軍の偵察機は サンクリストバル島南方を行動中の第18任務部隊を捕捉した。南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将は第11航空艦隊の陸上攻撃機により第18任務部隊への空襲を完光した。第705海軍航空隊と第701海軍航空隊の立候合計31機による白母攻撃で従順しかごに魚雷が命中し、 同艦は栄光されて南方への退却を始めた。日本側は3機を喪失し、攻撃隊指揮官、被害常時少佐が戦死した。1月30日の攻撃は、第751海軍航空隊の一式、陸上攻撃機11機による昼間強襲となった。アメリカ軍は、第18任務部隊の後方にいた、空母エンタープライズから F4 回戦闘機を派遣した。 対空砲火と空戦で一式立甲7機を撃墜したが、従順シカゴ特築艦ラバレットに魚雷が命中する。シカゴは沈没し、ラバレットは大破した。陽動作戦や日本陸海軍航空隊の活躍により、2月初旬に実施されたがと、撤収作戦は成功した。日本側は本海戦をレンネル島沖海戦と名付け、華々しい大本営発表を行った。 1942年12月31日、昭和天皇臨席の午前会議において、大本営陸海軍部はガダルカナル島からの撤退を決定し、翌年1月4日に大本営は連合艦隊と第8方面軍にガダルカナル島撤収作戦の実施を命じた。第二艦隊や第三艦隊に所属する第二水雷戦隊、第三水雷戦隊、第四水雷戦隊、 第10戦艦より抽出した駆逐艦をブユゲンウィル島南東端ショートランド白地に集め、外南洋方面部隊が撤収作戦を担当。南東方面部隊の基地航空部隊や日本陸軍航空部隊が航空撃滅戦や上空直江を担当。潜水艦部隊が偵察や敵造演奏し連合艦隊の主体はトラック白地で待機し支援部隊が 金儀が東北方で陽動を兼ねた作戦支援を行う。また、日本軍の航空優勢を少しでも確保するため、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場やパプアニューギニアのポートモレスビー方面の飛行場を攻撃し、連合軍の航空兵力を減少させることとなった。1月15日から、日本軍航空部隊は、ガダルカナル島への夜間攻撃強化を企画。 天候が回復した19日より、撤収作戦終了まで、ほぼレ夜アにわたりヘンダーソン飛行場に対する爆撃を行い、ポートモレスビートラビエの夜間爆撃も同時に実施。1月25日からは、ヘンダーソン飛行場に対し航空撃滅戦を実施する。1月25日に、日本海軍が第一次航空撃滅戦を行い、 零戦五十四が誘導の一式立候十八機と、共に、ラバウルを発信、部員で零戦二十二が合流したが、天候不良で零戦十八機と誘導の立候も、引き返した。最終的に零戦五十八で、ガトー上空に突入し、撃墜戦火七機を放じた。敵機の溶撃と悪天候によって、立候一期と零戦四機が未帰還、零戦六機が不時着した。 1>, 1月27日に日本陸軍が第二次航空撃滅戦を実施。海軍の要請により、ソロモン方面へ進出していた陸軍航空部隊のうち、飛行第11戦隊と飛行第1戦隊の一式戦、春69機、飛行第45戦隊の99艘、軽9機がガトーに向かい、アメリカ陸軍第339、戦闘飛行隊及び海兵隊。 1> 第112海兵戦闘飛行隊の戦闘機24機と交戦した。一式戦、春は6機を喪失し、撃墜7機を報告した。これ以降、ガダルカナル島に対する日本陸海軍航空隊の大規模攻撃は実施されず、夜間空襲や少数機による強襲にとどまった。1月28日午前、撤収作戦の一環として、 ガトー北西のラッセル諸島を占領して、大発動艇の拠点を確保するため、第三水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将機下の駆逐艦6隻が、ショートランド白地を出撃した。日本陸海軍戦闘機隊は、上空直演を実施し、ヘンダーソン基地より来襲した、連合軍機を迎撃する。消費害にとどまり、占領作戦は成功した。また、 結合作戦部隊強化のため、連合艦隊は、トラック白地の第一航空戦隊から航空隊を、ラバウル方面に転用した。ガダルカナル島をめぐる激戦で、アメリカ海軍も痛手を受けたが、戦力を急速に回復していた。1943年1月の時点で、南太平洋方面海軍司令官、ウィリアム・ハルゼージュニア中将の率いる、主力艦艇は、 正規空母2隻、護衛空母2隻、新世代戦艦3隻、巡洋艦12隻、駆逐艦25隻、そのうち1月上旬から中旬にかけて、ソロモン諸島で活発に行動していたのは、ウォルデン・エル・エインズワース少将が率いる、第67任務部隊だった。1月4日深夜から5日未明にかけて、ニュージョージア諸島のニュージョージア島西部ムンダ基地や、コロンバンガラ島飛行場などに、 官報射撃を行った。その後、再び中部ソロモン諸島に進出し、1月23日深夜から24日未明にかけて、ムンダ基地とコロンバンガラ基地に官報射撃を行い、飛行場建設を妨害した。 ラバウル航空隊は第67任務部隊を補足できなかった。1月下旬、連合軍はニューブリテントラバウルやブーゲンビル島を部員に日本軍艦艇が集結したのを察知した。さらに、ガトー北方のオントンジャは干渉で日本軍の空母と戦艦部隊が行動しているとの報告を受けた。連合軍上層部は日本軍が第三次ソロモン海戦以来の大規模。 増援輸送作戦を実施しようとしていると判断する。ガダルカナル島の海兵隊を交代させるため輸送船に4隻を派遣する必要があったので、ハルゼー提督は、ギッフェン少将の護衛部隊に連合軍輸送船団の護衛と日本艦隊の南下阻止を命じ、指揮下の艦艇群を新鋭戦艦3隻を機関とする、戦艦部隊、高速の巡洋艦部隊、 空母サラトガを中核とする任務部隊、空母エンタープライズを中核とする任務部隊、ロバート C ・ギッフェン少将の護衛部隊、計5つの部隊に分割した。ギッフェン少将の護衛部隊は、護衛空母2隻及び従順洋艦3隻、大型軽巡洋艦3隻、駆逐艦8隻からなっていた。2隻の護衛空母は最高で18ノットしか出せず、 高速巡洋艦の足を引っ張る結果となった。また、岐阜県少将や化艦船は、統治作戦から太平洋へ転属になったばかりで、日本軍の戦術に慣れていなかった。1月27日、第18任務部隊は、ガダルカナル島に向かうアメリカ軍輸送船団を護衛するため、ニューヘブリディーズ諸島のエファテ島を出撃するが、 護衛空母の速力不足に悩まされたために、岐阜県少将は、駆逐艦2隻を護衛につけて、護衛空母2隻を分離した。また、第18任務部隊の後方、約250回里には、正規空母部隊や新鋭戦艦部隊が続行していた。日本海軍は、陽動のため、第2艦隊司令長官、近藤信武中将が率いる、機動部隊を、 南太平洋に派遣しようとしており、ハルゼー提督の注意は、近藤艦隊に引きつけられていた。九百四十三年一月三十日に、実施予定のガダルカナル島撤退作戦のため、日本海軍航空部隊は、ソロモン諸島周辺の策定機を強化していた。一月二十九日未明、ニューブリテントーラバウルから、一式陸上攻撃機七機、ショートランド諸島バラレ島から、 一式立航6機、ショートランド白地から二式飛行艇2機が作敵のために発進した。同29日早朝、ショートランド諸島バラレ島を発進した第751海軍航空隊の偵察機がサンクリストバル島の南で戦艦2から4隻と巡洋艦3隻程度を機関とする連合軍艦隊という総戦団を発見した。これが 第18任務部隊と輸送船団であり、巡洋艦を戦艦と誤認したものと思われる。策的機の報告には、地中海で行動している、はずのネルソン級戦艦2隻も含まれていた。正確な情報をつかむため、バラレ島、ブカ島、ラバウルから立港が発信し、ショートランド白地から飛行艇が発信した。南東方面の日本海軍最高責任者である。 草加つ一中将は、霊下のラバウル航空隊で、連合軍艦隊を攻撃することにした。草加長官は、第26航空戦隊霊下の第705海軍航空隊と、第22航空戦隊霊下の第701海軍航空隊の陸上攻撃機に出動を加齢した。この艦隊攻撃のため、第3次航空撃滅作戦は実施できなくなる。また、 日本軍立交部隊の攻撃のタイミングが敵戦闘機の護衛がなくなる白母になるようわざと時間を遅らせて出撃することにした。まず12時35分に第705海軍航空隊の一式立交16機がラバウルを発進、続いて12時45分に第701海軍航空隊の立交16機が発進した。701空の夜間攻撃用の照明隊も 出撃している。第18任務部隊はガダルカナル島、ヘンダーソン基地の航空機活動圏内に入ろうと北上していた。日中は護衛空母から発進した F4 回ワイルドキャットに守られていたが、戦闘機は日没が近づいたので後方の母艦部隊に帰投してしまった。このため立候の攻撃が始まった時、第18任務部隊は、 時間の対空砲火で応戦するしか対抗手段がなかった。午後の時点で巡洋艦のレーダーは奇妙な機影を捉えていたが無線封鎖中のため上空警戒機に連絡しなかったという。午後2時以降、複数の日本軍作敵機がレンネル島北方50海里で第18任務部隊を指認する。この日の第18任務部隊は 対戦警戒に適した人形を形成していたので、空からの攻撃に対して万全ではなかった。日没後の17時19分、705空の一式立航が来撃を開始したが、戦火はなく、対空砲火で一機を失った。攻撃の直前に、直接機は、浮遊目標等を投下していた。17時40分、701空の立航が、照明段下で来撃を開始した。 最初の攻撃で、従順洋艦、ルイビルに魚雷が命中したが、不発だった。続いて、機関一田に魚雷が命中したが、不発だった。一方、撃墜された陸攻が、従順シカゴに体当たりし、火災が発生した。標的と化したシカゴに、魚雷二本が命中し、今度は正常に起爆した。機関部にダメージを受けたシカゴは、航行不能となる。ルイビルが、 シカゴの栄光を開始してエスピリトサント島に向かおうと、したが速力4ロットしか出せない。ハルゼー提督の加齢により、栄戦、ナバホが栄光任務を交代することになった。また空母エンタープライズとリー提督の第64任務部隊が高速で進撃し、第18任務部隊の救援と援護を開始した。一連の白母攻撃で日本軍は七百五空が立候一機 701空が指揮官機を含む立候2機を失った。日本側は被害調査は戦艦に撃突したと報告している。戦火報告は戦艦1隻合沈、巡洋艦2隻撃沈、他に戦艦や巡洋艦に巨雷命中というものだった。第6空襲部隊の戦闘外報では沈没した戦艦2隻のうち1隻はネルソン級戦艦であった。 日本軍は第851海軍航空隊の飛行艇で退却する第18任務部隊を監視していたが一旦見失った。29日深夜になり一式立航が再発見し午後11時50分まで直接した。基地航空部隊指揮官は第751海軍航空隊に第18任務部隊攻撃を命じたが夜間攻撃は取りやめられた。 1>, 1月30日午前2時30分頃、イ26は敵駆逐艦から攻撃を受けた。同30日早朝、日本軍は再び第18任務部隊を発見した。上級司令部の連絡ミスや戦機を失う恐れから、第21航空戦隊及び751空は、霊式艦上戦闘機の護衛なしでの昼間教習を選択した。10時15分、 深島から751空の一式立候11機が発進した。午前10時にバラレを発進した立候1機は12時50分に敵主力部隊を発見し、直接を開始したが13時40分頃より敵戦闘機と交戦し、消息を絶った。第18任務部隊ではナバホが合流して13時よりシカゴの栄光を開始した。十四時六分。 751空の立航11機は、第18任務部隊を発見、攻撃を開始した。空母エンタープライズの直演戦闘機などにより、来撃前に立航2機が自爆した。被弾して炎上した立航1機が、ホノルル型巡洋艦に魚雷を投下しつつ、体当たりを試みたが、海中に突入した。残りの立航8機が突入し、14時20分に、 来撃を観光する。従順シカゴに魚雷4本を叩き込み、駆逐艦ラバレットにも魚雷1本を命中させた。2日間の航空戦で計6本の魚雷が命中したシカゴは間もなく沈没した。ラバレットは衛星に栄光されてエスピリトサンと島に向かった。日本側は攻撃を終えた一式立候発揮のうち二機が対空砲火で撃墜され、二機が f 四回に、 撃墜された。出撃した一式立候補11機のうち合計7機を失い、バラレ基地に3機が寄藤、ムンダに1機が不時着した。戦果報告は、敵機撃墜3、テキサス型戦艦1隻撃沈、ホノルル型巡洋艦1隻撃沈というものだった。また、化合作戦支援のため行動中の日本軍潜水艦のうち、近くにいた E17、E25、E26、 276の4隻が支援に向かった同30日未明、イ26が敵駆逐艦に攻撃された。同30日午後,後、751空の空襲を遠望していたイ25が敵機に制圧され、さらに駆逐艦から約5時間にわたり爆雷を投下されたが、資金弾3のみで戦闘航海に支障はなかった。ラバウル航空隊の総合戦火報告は、 戦艦2隻と巡洋艦2隻撃沈、戦艦2隻と巡洋艦2隻撃破、未期艦機10機だった。1月29日の白母攻撃で、ラバウル航空隊は、ネルソン級戦艦を含む、戦艦2隻と巡洋艦1隻を撃沈、テキサス型戦艦1隻と巡洋艦1隻に魚雷を命中させたと報告した。1月30日の昼間強襲で、 ラバウル航空隊は、テキサス型戦艦に、巨雷五本が命中し、大火災になって沈没したと報告した。また、ホノルル型軽巡もしくはボストン型重巡一隻も、大火災を起こして艦備が沈下したと報告した。日本の大本営は、戦艦二隻、巡洋艦三隻撃沈、戦艦一隻、巡洋艦一隻中破、戦闘機三機撃墜。 味方損害10機と大本営発表を行った。島田重太郎海軍大臣が、レンネル島沖海戦の戦果を帝国議会で高らかに報告するなど、日本海軍は、新珠湾攻撃に次ぐ大勝利を信じていた。だが軍令部では、アメリカ側の発表から、沈んだのがシカゴであると察していた。さらに戦後になって、本当の戦果と戦闘状況が判明し、 関係者は衝撃を受けたという。奥宮真田岳は被害少佐が生還していれば、あのような課題戦果は報告しなかっただろうと回想している。アメリカ軍は従順洋艦一隻沈没、駆逐艦一隻大破の損害を受けたが、輸送船団は無事にガダルカナル島に到着できた。次の輸送船団も2月4日に無事ガ島に到着した。 空母2隻と新鋭戦艦3隻を中核とする大艦隊は、オントンジャワ干渉付近で行動中の日本艦隊に備え、ソロモン諸島南方で待機した。日本側も1月31日午前9時に、第二艦隊司令長官、近藤信武中将が率いる前進部隊が、トラック白地を出撃し、牽制行動を行った。日本軍は、ガダルカナル撤退を察知されることなく、 ベンネル島沖海戦により、アメリカ軍巡洋艦部隊の北上を阻止した。そして、作戦開始日を1日延期して、2月1日より、第17軍のガトー撤集作戦を開始した。この日、日本陸軍の百式司令部偵察機が、サボ島付近で巡洋艦3隻を含む敵水上部隊を発見した。そこで、ブーゲンウィル東部員から第582、 海軍航空隊の99式艦上爆撃機15機が発進し、582空の零戦21と随格派遣零戦22援護されて出撃した。艦爆隊は、ガトー北方のシーラーク水道で巡洋艦3隻特逐艦3隻を攻撃して巡洋艦1隻を撃沈、巡洋艦1隻に損傷を与え、敵機16を撃墜したと報告する。 艦爆後、冷戦4が失われた。連合軍側によれば、日本軍航空機21機を撃墜し、駆逐艦、土ブンが沈没、駆逐艦ニコラスが損傷、同行していた高速輸送艦、ストリングハム及び6隻の戦車用陸艇は、無事だった。また751空の陸攻が、レンネル島東方で、巡洋艦部隊を発見し、日本側は、 白母攻撃を観光しようとしたが、悪天候で補足できなかった。この戦闘を含めて、ガトー撤収までの海空戦を、日本側はイサベル島沖海戦と呼称した。五人戦果は別にして、レンネル島沖海戦を含めて、日本陸海軍航空隊の活動により、連合軍の航空部隊や水上部隊の行動に制約が生じ、結果として、 ガダルカナル島撤収作戦の予想外の成功に繋がった。ありがとうございます。